晴天の霹靂、晴天の霹靂がごとく乱世は訪れ、あんたとならいい肩慣らしになりそうだと。自らの知性に大戦だ。姉上に何かがあってからではな。結局手がかりなしか。おのれ姉上め。御用に上昇、神事に上位なし。やめろ。わし。将軍とは、そもそも将軍とは、そもそも武家を束ねる統領。逆か、もてなしてやるよ、俺たちが。教えてやるぜ。わびさ、力で己をしのぐ者あらば、力で己をしのぐ者あらば、その者に権力の座を明け渡す。さあ、今年もこの季節がやってきた。加賀前岳主催、お祭り一番野郎決定戦。司会は私、前岳随一の口だけ野郎。そして解説も前田としげだ。今年もすごそうだぞ、松。目が離せませぬ。さて、前回の優勝者は前田圭司さんですが、今年はどうでしょう。解説の年です。優勝は圭司だ。圭司頑張れ。ここで目立っちゃいな。中解説やってる場合じゃねえ状態。死んでい。来た来た、上がってきた。新たな矢倉だ。皆様の盛り上がりは松目に火を灯しました。伝説の松様が踊り出た。涙を受けよ、盛り上がれ。神事に上位なし。ならんと矢倉がさらに天へと伸びる。わしにかなうと思うてか。犬長様、ひいきはダメでございます。おっと、解説から熱き優勝宣言だが、どうだ、全ての参加者は燃え上がるばかり。なんだよこの盛り上がりは。のっけから去年超えだって。刑事、もう始まっていますよ。急ぎ用意を。やっくーら、それやっくーら、やっくーら、やっくら。前年度優勝者ついに現る。乗ってる場合じゃねえ。
乗せてくぜ。ケイさん頑張って。生きてこれが見れるとは、前代未聞の両方立ち大分取りだ。さあさあ、加賀の祭り富士は最高潮。どいつもこいつも踊り出ろ。なんと世紀の番狂わせ、前田刑事が負けた。花が咲くようないい顔で踊り合って、またやろうぜ。確かに。確かに足利は将軍として、党の思惑通り、新しき時代は訪れ、将軍家の治世は。世の乙女を癒す日とする。みな、ゆっくり休んでいけ。癒すと言ってもお湯しかないのね。まあ、どこまで仕方ないのかしら。姫御殿、どうだろう、あまり立派ではないかもしれないが。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。あれれ、このふわっと大きな虎さんを見に来たんですか。虎のことでしたか。確かにご立派ですな。しなやかで可愛いメス虎だろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ちょこっと汗をかきました。ザブーンとお風呂いただきますね。ほっ、典型的な覗き魔の忍者。間違いない、女風呂は断じて覗かせない。マリアが入浴中だ。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすとは。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア。もっと、あら、なんだかちょっと納得いかないわね。ほら、残念そうな顔。見て、わらわの肌の上で汗が宝石のよう。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。お行に上昇、政治に上位なし。上位は死ぬわ。わしに敗れ。いよいよわし。